おーし。あペヤングの牛脂マックス買ったはいいんですけどね、今になってようやく出てきたわけなんですけれども、食べていきましょう。でソースがすごいなんか硬いけど、油ですよこれ。これ温めて溶かしてここにぶち込むっていう感じだと思うんですけど、胸焼け注意って書いてあったよねさっきね。よっしゃー、はい、茶色のやつ焼くだけ焼いとくか。プラスじゃじゃーん牛脂マックスちょっとだけパワーアップさせたいなと思って、これぶち込んでいきますか。え、ちょ、俺何やっとんねん、これなんで蓋全部開けて。とりあえず牛脂でもぶち込んでいくか。いやーごめん、ちょっと調子に乗りすぎた感はあるな。すごいよ、見た目がすごいもんねこれ。え、大丈夫かなこれ。待って、これお湯入れてさ捨てるんでしょ。俺よく考えてなかったな。油全部まず一旦こっちで加熱して溶かして、加熱麺は別にちゃんと温めて、え、こっちにぶち込んだらさよく溶けるよね。火止めてさ、こっちか、これならこうだ。よし、まあいいでしょう。一応なんか見栄え的にあれなので、こっちに移して、すでに油がすっごいよ、やばくないこれ。ほいほいほいのほいとできました。ペヤング牛脂ダイマックス、これスープに見えるでしょ、全部油ですから健康に合われそう、ってかハゲそうだな。でもこんなことやってっからハゲんだよな。あ、そうだ、俺あの4月から AGA クリニックに通うので楽しみにしていてください。あー、いい匂いするな。いただきます。あー、うまい。体に悪いのはね100も承知ですよ。それでもうまい。もう明日間違いなくね、明日一日サラダしか食いません。それでもうまいんだな。あのね、牛脂言ってますけど、あの油がすごいいいっていうわけじゃないんですよ、あくまで。あの匂い嗅いでみてこれ。あのね、すごいね、牛の香りがするでしょ。今俺がここにいてこれを食べてる俺のために作られた言葉がね、ジューシーっていう単語なんだなって。ごちそうさまでした。あの一応あのスープまで全部飲み干そうかと思ったんですが、さすがにね、あの健康面でちょっと、まあ、この余った油もちょっとフライドポテト作るのに、使っていきたいと思います。まあなんだかんだで、味は非常に美味しいと思うので、ぜひ、実践してみてください。